残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようじゃな。フェアリーはマナの木を守るため生まれた生き物。もはや存在する意味がなくなったからな。じゃが、安心するがいい。わしがお前をアンデッドにして生き返らせ、わしを守るという役目を与えてやる。そんなことさせない。あ、フェアリー。おやおや、私も嫌われたものだ。私のしもべとなるよりは自ら死を選んだ。神のしもべとなれるチャンスを捨てるとは。まあよい、しもべなどいなくとも、わしは今や全能の力を手に入れた。もうこの日が来るのをどれだけ待ち望んだことか。この仮面の下には人間に対する憎悪だけが隠されている。わしは時が来るまで自分を抑えるためにこの仮面をつけた。だがついにその時は来た。すべての憎悪を解放し、わしを追放した人間どもに死の裁きを下してやるのだ。見るがよい、この仮面の下に隠された本当の姿を。私の本当の姿だ。わしは自らの体に天性の秘宝を使うことにより死を超えた存在ダークリッチとなり、今また神を超える力を手に入れた。さあお前たちも楽にしてやろう。死ぬがいい。剣は失われてない。あなたには見えないの。
聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。許せん。希望などわしが何度でも潰してくれるわ。神の怒りを思い知るがよい。これが最後の戦い。みんな行こう。やめ、やるわね。やがれ。やっそだ。失わないでくれてありがとう。でも残念だけど、マナの木が枯れてしまい、世界からマナは消えてしまいました。私はマナと共に消える運命。短い間だったけど、今まで本当にありがとう。みんなのことは忘れないよ。そんな、行かないでくれ。違うの、心配しないで。みんなが未来を信じて戦ってくれたから、私は生まれ変わることができるの。新たなマナの女神に。フェアリーはマナの木の種。本当に信じ合える人、理解し合える人と出会った時、新たなマナの木、マナの女神として生まれ変われるのです。失われたマナを再び取り戻すため、私はここでマナを生み出す新たなマナの木となって眠りにつきます。マナが元に戻るには1000年以上かかるかもしれません。1000年後の人々、あなたたちの子孫がその時まだマナの木のことを覚えてくれていたら、私は覚醒し、きっと力になれるでしょう。でも、もし未来が私を必要としなければ、いつまでもここで世界を見守っていることにします。さあ、お別れです。聖剣の勇者たちよ、
さようなら。あなたたちの心の中のマナの剣がいつまでも光り輝き続けますように。どこへ行っていたの？ダメですよ。またホセの授業を抜け出してこんないたずらばかりしてちゃ。あなたは私の後を継いでアルテナ国の女王にならなければいけないんですから。あなたはなかなか魔法が覚えられなくてつらいからこういうことするのでしょうけど、焦っちゃダメよ。私いつもマナの女神様にお祈りをしてるのよ。あなたが早く魔法を覚えられますようにって。お母様、お母様。あらあら、どうしたのアンジェラ。おかしな子ね。隣の方々はお友達？そんな恐ろしいことがあったのですか。私ともあろうものが何も覚えていないなんて。これでは女王失格ね。たとえ操られていたとはいえ、実の娘を殺そうとするなんて、なんて恐ろしいことなのでしょう。アンジェラ、私を許しておくれ。お母様、もういいの。お母様は断りの女王。みんなお母様を慕っています。もちろん私も。これからもアルテナの女王でいてください。ありがとうアンジェラ。ステラおばさん、心配かけてすまなかった。全て終わった。終わったんだ。いいよ、何も言わなくても。さあ、お城の英雄王様に会っていらっしゃい。デュランには辛い旅であったな。だがデュランよ、悲しむことはない。黄金の騎士ロキは今お前たちの中によみがえった。彼の魂はお前たちと共にある。これから我々はマナの女神様を頼らずに我々自身で未来を作っていかなければならない。デュラン、いや、新しい黄金の騎士たちよ、フォルセナと世界の未来を導いていってくれ。頼んだぞ。
き。バカめ、何を生きり立っておる。お前はすぐ早とちりするからダメなのだ。もっと相手や情勢を冷静に見て行動せい。何を。お前はカールを殺してしまったと思い込んだようだが、これを見ろ。カール、カール、生きてる。でもどうして。死を喰らう男の使った幻術によって仮死状態になっていただけだ。それをお前はよく確かめもせず埋めてしまいおって、かわいそうな。後でわしが自ら掘り起こして助けてやったのだ。獣神よ、オイラあんたを誤解してた。ふん、構わん。むしろその方が好都合だったがな。お前は母親がいないせいか、子供の頃からすぐに弱さが表に出る。お前にはもっと強くなってもらわねばならん。お前は自分の母親は逃げていったと思い込んでいるようだが、本当はお前が幼い頃に病気で死んだんだ。だがそれを知らせないで怒りをわしに向けさせたかった。怒りや憎しみは力や強さを引き出すのに利用できるからな。だがそれは真の強さではない。真の強さはそれを超えたところにあるのだ。人間への復讐とかマナの剣とか、そんなことにはわしは関心がない。このビーストキングダムを建てたのもそれまでの獣人たちがあまりに情けなかったからだ。いつまでも人間たちに虐げられたことを根に持ち、うじうじしていても仕方がなかろう。人間界への侵攻はそんな獣人たちに勇気と希望を与えるための口実に過ぎ。だがようやく獣人たちも自信を持ち始め、なんとか自立することができたようだ。わしはな、弱い奴が許せんのだ。信じられるのは何事にもくじけない強い心と力だけだ。ケビン、お前もようやく自立への道を歩み始めたばかりだ。自分が信じる者のために戦え、ケビン。分かったよ、獣神よ。おいら、これからも仲間たちと一緒にマナが失われたこの世界で未来に向かって戦い続ける。そして獣神よ、いつかあんたを超えてやる。それはどうかな。お前みたいなひよっこに負けるほど置いてはおらん。さあ行け、ケビンよ。オイラ、これからもずっと友達。そしてほら、仲間のみんなもカールと友達だ。これからもっともっと友達増えるぞ。よかったな。